坂井敏弘は兵庫県芦屋市出身のオプスデー属人区司祭2018年に司教となったカトリック司祭としての私牧活動のほかに大学講師や作家、俳人でもある先例名はパウロである2018年6月2日に大阪大司教区の補佐司教に任命され同年7月16日に司教として除解されたノババルバラ名義司教 背景に和柄の麦と海。麦はイエス自身を表し、実りにあふれる境界も表す。大阪教区は海に面しており、海は世界とつながっている。花は椿。宣教師たちが持参した聖母の絵にあったバラは、日本では椿の花で描かれた。三つの椿は、お父の娘、二子の母、精霊の花嫁という意味。中央の青い星は、海の星。 セマリア。死教モットーは、ベリタスインキャリテートである。パウロの、愛に根ざして、真理を語るから来ている。坂井俊弘は、坂井雄水という背後を持つ廃人でもある。もがり部屋さえもたえたり、津波やと、シリウスの青き静寂やエブミの夜、つばくらにだけ見える風さわるる風。ありがとうございます。